釣りの話。どうもルッキーでございます。おばんでございます。今日の動画の内容なんだけども、ズバリ釣り場公開の是非についての改訂版になります。はい。で、まずちょっとその本題に入る前に、ですね、北海道で同じ釣り YouTuber の、シャコタン釣り探求さんが、ブログをやってまして、そのブログの記事で、ですね、古びら漁港釣り禁止発動というね、記事を出されてるんですよ。で、それで今ちょっとカンペ見ながら喋ってますけど、期間が9月1日から10月31日までとなっていて、もう校内漁港の中にもう張り紙までされてます。で、その張り紙の中の文字を見ると、漁業活動に支障を来すため、9月1日から10月31日までの期間は別図の範囲内での釣り駐車などの行為はご遠慮願います。で、そういう感じのビラがあって、で、下にその禁止する場所が書いてあるんですけど、こちらの記事をもっと詳しく見たい方は概要欄で、載せておきますんで、ぜひ、シャコタン釣り探求さん の記事ブログ見ていただければと思います。で、この記事を俺が見た時に、やっぱその釣り場の公開の是非についてっていうことがやっぱちょっと頭をもたげてきて、で、まあ、この動画を撮ろうと思ったんだけど、まず俺 3,4 年前に同じような動画を実は出してます。で、その時はその時の俺の意見は、場所の公開は別にしてもいいでしょと俺は言った。で、俺が場所を公開することによって、じゃあその場に釣り場に人が殺到するね、殺到するでしょ、だから釣れる人が少なくなっちゃうね、まずね。で、人って、2つ目が今度ゴミが増える、で、3つ目が駐車の問題っていう、この3つの問題がまあね、比較的チャンネル登録者数と抱えてるチャンネルが釣り場を晒すと、この3つの問題が出てきて、で、まあ下手したら荒れるんだけど、俺はその時に、俺は情報を発信してる身だと。だけども、その情報を生かすも殺すも見てる人次第だよっていう話をしたのね。だから、もうちょっと具体的に言えば、俺の動画見ました、で、誰かがバーって釣り行きました、で、物捨てました、路駐しました、それは俺関係ねえからっていうので終わってるんですよ。で、それからまあ3年ぐらいが経ちまして、北海道でも釣り禁止の場所が少なからず出てきて、で、そうなっていくうちに、やっぱ人の考え方って、やっぱその時に応じてね、やっぱ変わっていくものなの。で、俺の釣り動画を、最近の釣り動画を見てもらうと、例えば小樽の外海ですとか、前だったら小樽の何々って言ってたと思うんだけど、そういう風に釣り場の場所をぼやかしてます。はい。あまり詳細に言わないようにしてます。で、まあ石狩湾振興はちょっと別なんだけどね。で、今現在の俺の釣り場の公開に関、まあね、関する是非についてなんだけど、まず結論から言うと、釣り場の公開は俺は今しないです。いい悪いじゃなくて、しないです、俺は。はい。じゃあ、ロッキー、この3年間で何がロッキーそんな考え方なんだっていうふうに多分思ってる人もいると思うんですよ。で、まず、まず一つ、情報を俺は発信してるだけだと。後のことは知らねえよっていう無責任なことは言えねえなってこと。やっぱりね、YouTuber が、俺でもそうだし、他の釣り YouTuber が場所を出す。そこに人が殺到する。まあ、釣り心っていうのもあるけどね。殺到すると。で、殺到したらやっぱりゴミ増えるの付き物よ。ゴミも増えるし、もしかしたら喧嘩も起こっちゃうかもしれないし。で、もちろんね、駐車、マナー悪くなるし。
その責任の一端を担っちゃうんだよ、やっぱり投稿者。なんで俺はそういった面でこれはちょっともうこれ以上釣り場減ったらやべえなと危惧して、で場所をあの出さないようにしましたしてますが正しいかな、今現在はね、してないです。で、あのただ俺は他の例えば YouTuber さんとかね、釣り神とかブロガーの方とかに釣り場出すなやとは俺は言わんです、言わない。でこっからは今度その釣り神だとかブロガーとか YouTuber とか SNS やってる人に対する俺の意見なんだけど、必ず自分の意見はしっかりと持ってブレないでほしい。例えば俺は釣り場公開には反対だ、反対だから釣り場がもし公開されてる動画があったら俺は意見を言う、そういう考えをしっかり持ってください。ただね、やっぱりね、日本語ってさ、強くも言えるし弱くもね、優しくも言えるから、そこはちょっとマイルドな言葉で言ってあげてほしいんだけど、そういうね、ブレない考えを持ってほしいんですよ。で、今度じゃあ、ね、釣り場を晒すっていう、ね、まあ、晒すって言葉もおかしいよね。まあ、釣り場を出すって決めてる、YouTuber さん、ブロガーさん、あと各種 SNS のユーザーさんも、そういう風に言われてもしょうがないから、でもそれは絶対しょうがないの、しょうがないものに対してのアンサーもしっかりと自分のブレない考えを持ってればスッとアンサーできますからね。なので、まあ、まとめますけど、まあ、現状は俺はね、今現在では、まあ、釣り場あんま減らしたくねえなっていうのもあるし、そこの場所で釣りをしてる人、昔から釣りしてる人にも迷惑かけたくないしっていうのもあるので、俺は今のところは釣り場は詳細には出さないようにしてます。で、またこれから出す人も 出す人も出し続ける人も何か言われても、俺はこういう考えだから釣り場を出しますっていう風に、何かこうブレない何かのこの自分の気持ちっていうのを持って動画投稿なりね、Facebook、インスタ、あと XQTwitter などで発言されるのがいいんじゃないかなっていうふうに俺は思います。はい、やっぱりね、まあ俺これ言って、いやロッキーお前3年で成長したなっていうふうに言われたんだけど、成長じゃないんだよ。その時によってやっぱ普遍的なものってないんだよ、答えってなくて。だからその場に応じてね、その社会情勢とかね、にもでも変わってくるしさ、その釣り場の公開のね、是非にはどっちがいいのか悪いのか、いいのか悪いのかって答えはないです、さっき言って。なんで俺は今のところは場所を、まあ今回のね、フルビラが9月10月いっぱい校内一部を除いてほぼ全部ダメっていう情報をキャッチして、でそれでじゃあ今の俺の釣り場公開に対しての意見動画にしたいかなと思って動画撮ってみました。はい、というわけでございまして、皆さんもちょっとその辺考えるところがいろいろあると思うんで、自分の考えをしっかりと持って立ち回ってください。というわけで北野桐生でございました。北野ロッキーチャンネル。